八墓村は、1977年に公開された、野村義太郎監督の日本映画。原作は、横溝静止の同名小説。1960年代後半からの横溝ブームを受けて、松竹は1975年に、八墓村の制作を決定する。監督の野村義太郎をはじめ、脚本の橋本忍、撮影は、 川又昇る音楽に、芥川康と、砂の器を制作した陣営を起用し、2年3ヶ月の、制作期間と7億円の制作費をかけた上で、東宝作品などと競うように封切られ、目論見み通り配収19億8600万円という、小築映画の歴代に残る、大ヒット作となった。探偵、金大地光介の役には、厚見清を配するなど、 同時期の東方配給による石坂工事のシリーズとは作風が大幅に異なる。事件をたたりに見せかけた犯罪ではなく、本当のたたりとして描き、主要登場人物を大幅に削減して、人物関係を簡略化し、推理物でありながら、近代地による謎解きの下りが短縮され、終局は背景を小乳道洞窟とした迫力ある恐怖描写に、 差し替えると、推理劇風のオカルト映画へと改変したい職作となった。テレビ CM で流された恋茶の二のセリフである、たたりじゃあは、キャッチコピーとして、流行語にもなった。近代一役に、厚見清が起用されたのは横溝自身の希望によるものである。小林信彦編、横溝静止特本によると、松竹から、 本作の映画化の申し込みがあった際、金大地については、まだ決まってないが二枚目になるだろうと言われ、それに対し、探偵というものは、狂言回しでしょう。主人公は別にいるんですわ。犯人か被害者かどちらかが二枚目になるでしょう。二枚目を二人出されちゃ、困る。だから、金大地役、やっぱり汚れ役にしてほしい、オタクなら、やっぱり、厚み清しだろう。 と答えたという。また、たまたま、野村義太郎に会った際に、近代地をやりたいんだが、うちには、近代地をできそうな役者がいないんだよと、話しかけられたのに対して、そんなことはない。今は、石坂浩二の当たり役みたいになってるけど、見るからに二枚目だし、いかにも頭が良さそうで、本当のことを言うと、原作の近代地とは割と離れている。 原作のイメージで言えば、オタクの厚み清なんかの方が近い、と答えたとも語っている。出来上がった映画では、石坂以上に、コミカルな面は排除され、近現な学者のように事件を解説する近代地となった。なお、厚み清にとっては、男は辛い用の、トラさん以外のキャラクターでは、本作が唯一ヒットを飛ばした作品となった。時代設定を、 原作の昭和20年代から映画制作当時へと移している。日本航空と提携した上で達也の職業を空港職員に設定し、ジェット機が離着陸する近代的な場面を冒頭とラストシーンに見せることで失われつつある農村風景や全近代的風習の古さを強調している。テレビ初放送は1979年10月12日。 富士テレビ系列にて、ビデオリサーチ調べでは、関東地区の視聴率は34.2%。寺田達也は、首都圏空港で航空機誘導員をしていたが、ある日の新聞尋ね人欄の記述により、大阪北浜の法律事務所を尋ねることになった。体にあった火傷の後で達也は、尋ね人本人と認められるが、そこで初めて会った母方の祖父であるという伊川。 牛松は、その場で突然、苦しみもがき死んでしまう。達也は、父方の親戚筋の未亡人である、森宮子の案内で生まれ故郷の八津墓村に、向かうことになった。達也は宮子から、腹違いの兄、田嶋久也が、病床にあり余命へ行くばくもなく子もいないため、達也が、故郷の豪華の田嶋家の後継者であると聞かされる。赤子であった達也を連れて、 村を出た母の鶴子は、別の地で結婚した後、達也が幼い頃に病死しており、達也は、自分の出自について、今まで何も知らずにいたのだった。都に聞かされた、田地見家と、八墓村にまつわる由来は、戦国時代にまで遡った。1566年、毛利に敗れた、天子義隆という武将が、同胞と共に8人で今の八墓村の地に落ち延び、 村外れに住み着いた。しかし、落ち武者たちは、毛利からの報奨に、目のくらんだ村人たちの騙し討ちにあって斬殺される。落ち武者たちは、この恨みは松代までたたってやると絶を吐きながら、死んでいった。この時の首謀者である、村壮大の正左衛門は報奨として莫大な、山林の権利を与えられ、田嶋家の財の基礎を築いた。だが、正左衛門は、 ある時突如として発狂、村人七人を斬殺した後、自分の首を切り飛ばすという壮絶な死に方をする。村人は、このことにより落ち武者のたたりを恐れ、吉田から八人の死骸を改めて丁重に葬り、祠を建てたことから、村は、八墓村と呼ばれるようになったというものだった。さらに、達也の父だという田島洋蔵も、二十八年前に、 恐ろしい事件を起こしていた。洋蔵は、事件当時に、田島家の当主で妻もありながら、若い鶴子を強引に目掛けにし、田島家の離れに軟禁していた。しかし、鶴子が生まれたばかりの達也を連れて出奔してしまい、その数日後の夜に洋蔵は発狂して妻を斬殺、村人32人を、日本刀と領銃で虐殺し、失踪したという。 八墓村では、達也の帰郷とこうするように、また連続殺人が起こり始め、私立探偵の金大地光介が、事件調査のため村に姿を現す。原作の重要な要素のうち、下記は省かれている。その他の原作からの変更点のうち、記述の時代設定以外で、特に重要なものとして、下記を挙げることができる。本作では、多寂でなく、多寂と表記している。 貢献亭、キネマ旬報ベスト10前史、1946から2002キネマ旬報社、2003年、223ページ。ISBN4 から873765951。あの頃映画小畜 DVD コレクション、八墓村映像特典シネマ機構映画本編では、たたりじゃ、たたりなんじゃというセリフは何回も出てくるが、テレビ CM のように長く叫ぶセリフはない。 後者に関して、本作は公開こそ、石坂浩二主演、犬神家の一族の一年後であるが、原作契約は1975年、撮影開始も1976年8月16日で、あり、若干の記憶の混同があると思われる。厚見清は当時、男は辛い世の寅さんのイメージが強く、寅さんのイメージに凝り固まらないために、 様々な作品で別のキャラクターを演じるが、本作以外では男は辛いよほどのヒットを得られなかった。また、厚み自身がトラさんのイメージを裏切りたくないとの理由でた作品への出演に消極的になっていたこともあって、男は辛いよシリーズ以外の主演はなくなっていった。作中では、 日本航空のダグラス DC-8 から61、マクドネルダグラス DC-10 から40、ボーイング747等が登場する。日本航空系列のグランドハンドリング会社、空港グランドサービスのこと。現、JAL グランドサービス。ありがとうございます。